家庭環境ではなかったので、どちらかというと学校教育で慣れ親しんでいったように思います。それで兵庫県立兵庫高校に入学したわけですけれども、兵庫高校出身に東山魁さん、あるいは小磯亮平さんがいらっしゃいまして、ちょうどお二人がものすごく活躍なさってた時なので、それが憧れになって美術へ向かう一つの大きなきっかけになっていると思います。高校卒業しました3月に初めて日展を大阪で見まして、それで日本画洋画をまとめて見た時に、初めは油絵をやろうと思って、独学で油絵をやりだしたんですね。その頃はゆとり色とか、同じような流れで荻栖貴則とか、松本俊介とか、そういったちょっとこう憂いのあるノスタルジックな都会風景に憧れてたもので、神戸という町は重工長大といいますか、造船鉄鋼で栄えた大きな工業都市でしたから、町のそこそこに産業遺産というと大げさになりますけれども、そういったものを探して描いていた頃になります。1995年神戸で阪神淡路大震災がありました。ずっと神戸の町を取材にして絵を描いておりましたけれども、そんな折に阪神淡路大震災ということで、ちょっと不謹慎な言い方になるかもしれませんけど、壮絶な風景といいますか光景を目の当たりにしまして、やはり絵心みたいなものはちょっと揺すぶられるところがあって、震災の街を必死になってこう取材し、初めての個展が震災をテーマの個展とすることになりました。悲惨な神戸の街を描いたことで何かこう心苦しいところもありましたので、反対に美しい神戸を描こうということで、ハーバーランドや六甲山の山の風景とか、震災の悲しい光景、そして反対に華やかな神戸を描くということで、大体2000年ぐらいまでは神戸を描くことで一つの私の中では区切りといたしました。20世紀から21世紀に世紀が変わることで、自分でも画材の上で一つこう区切りをつけようと思うことで、その以前からイギリスへ取材するようになりまして、2001年からは日展では主にイギリスを題材にした風景を描いております。最初は美しい自然に憧れてのイギリスでしたけれども、やはり神戸時代に培われたといいますか、イギリスは産業革命の国として大きく成長するわけですけれども、国の至る所に産業遺産が神戸とはまた違ったスケールの、地震が少ない国ですから高層のお城のようなレンガの倉庫がありましたり、あるいは発電所があったりということで、やはりなんか産業遺産、18世紀ぐらいまでのヨーロッパの風景ではちょっと綺麗すぎてと言って、20世紀のアメリカでは何か新しすぎる、ちょうどこの19世紀のイギリスの風景っていうのは何かノスタルジックで、しかもあまり皆さんが取り組んでないような主題にも思いましたので、イギリスを描くようになりました。で、60代に至るまで50代ずっと50代の間は、こういったイギリスを取材にする作品を描いてきました。55歳の時に、自分の母校である京都市立芸術大学の教授職へ就任することになりまして、10年間の大学での教員生活を送らせていただきましたけれども、私自身が若い人からいろいろな刺激をいただき、美術がどんどん様相を変化していく中で、神戸家族というもの冊子の表紙を書くお仕事をいただいて、
それは表紙ということで何かこうデザイン的な要素も実験的に彫り込みたいなということで最初は花から始めていったんですが抽象表現をやってみるようになりました。クレッパスや水彩絵の具や何を使ってでも毎日日記のように抽象絵画を描き溜めていったんですけれどもちょうど365日、まあ、切りのいいところで1年続けましてでその中から表紙に使えそうなものを今度は日本画の絵の具で描いたという作品です。今時代がどんどん変化している中で絵画美術の表現っていうものもデジタル表現が今後は大きな主流になっていくのかなと思いますけれどもこういう1300年以上も前の古い古典技法である日本画もずっとこの時代のいろいろなことを取り入れながら現在まで続いているわけですけれども日本画の絵の具の持っている物質感っていう何かこう触覚的な質感っていうのはデジタル表現にはなかなかないもので、まあ、そんなところに日本画の可能性があるのではないかなと思います。岩絵の具という岩をこう砕いて作った絵の具それを水を使いながらということで水と岩という全く性質の異なるものが絵画技法の大きな主体になっているのでその水と石が作る不思議な現象それは抽象でやってみると面白いなということを気づきましてただ私の生来の性癖といいますかやはり武将海外の思いというのは強くって武将と抽象を混在させることで何か新鮮な表現ができないかなというのが今の私の思いです。全国一宮、北は北海道から南は沖縄まで平安時代から鎌倉時代にできた神社の社格を表す制度なんですけれども101社の神社が全国にございます。神社というのは特殊な宗教的な気持ちを抱かせる場所ではありますが私としては宗教心は別にして日本の四季の変化の美しさあるいはその地その地で大事に守られてきた物語といいますかエビデンスとしても神社の持つ何か歴史の重みみたいなことあるいはその地その地の住んでいる方々のその場所に対する思いであるとか、まあ、そういったことを101社書き上げる中で日本人の一つの気持ちの拠り所としての歴史ある神社の絵が残せたらということが一つ私の大きな思いになります。今美術の状況がどんどん変化していますので私自身非常に迷いがありますけれどもこの後ろにあるのは中国の北宋時代の画家の墨絵になりますけれどもそれをまあ私が模写した作品ですけれども本来中国の方ですから言語も違います。でも現在の私にはものすごくこう訴えてくる力があるのでできましたら私の残す作品が言語の違う何千年も後の人にそれなりの気持ちに感動といいますか感動を呼び起こすような力を持つようなものが残せたらというのが私の今の目標になります。つながろうアート。